加藤美優失格問題に海外メディアが疑義、主審の決定が最終的で提訴できない。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。テニスの四大大会、全仏オープンの女子ダブルスで加藤美優、ザイマックス、とアルディラスーチャリ、インドネシア。 組が失格となった問題で、海外メディアが四大大会のルールを疑問視している。今回の問題は、試合途中に加藤が相手コートへ向けて返した球がボールガールに直撃したことが発端となった。審判は警告を発したが、対戦相手のマリエブズコバ、チェコ、とサラソリベストルも、スペインが抗議して最低は覆り、失格の厳罰処分が下された。 加藤は大会側に処分を不服として提訴したが、あえなく却下。世界のテニス界から大会側の対応を批判する声が続々と上がる中、世界に展開する海外メディア、エンパワードジャーナリズムは、加藤の全仏オープンの失格により、公平性とスポーツマンシップに疑問が浮上している、と題して大々的に今回の問題を特集した。 世界で最も権威のあるテニス大会の一つである全仏オープンは今回の失格で物議を醸していると指摘した上でテニス界から大会を非難する声が出ている現状を伝えた。そして、四大大会の規則を指摘。 ルールブックにはいかなる失格の場合もグランドスラムの監督責任者と協議した出身の決定が最終的であり提訴できないものとすると記載されていると全仏側が提訴を全く受け付けない現行の規則を疑問視した。この失格はテニスやあらゆる競技スポーツにおけるスポーツマンシップの重要性を浮き彫りにした。スポーツマンシップにはフェアプレー。 対戦相手への敬意、ボール傷や役員を含む関係者全員への真の配慮が含まれる、とスポーツマンシップの重要性を強調。アスリートは主に試合中にアクシデントや怪我が発生した場合に優れたスポーツマンシップを発揮することが期待される、と対戦相手のコンビが加藤組を失格に追い込んだ手法をも批判した。加藤の失格問題はまだまだ波紋を広げている。 加藤美優失格問題。日本協会は幕引き方針も海外では議論拡大。慎重な検討と公平の必要性を。テニスの四大大会、全仏オープンの女子ダブルスで加藤美優、ザイマックス、とアルディラスーチャリ、インドネシア、組が失格となった問題で。 日本テニス協会は幕引きする方針を示す一方で海外では今回の騒動を問題視する動きが拡大している。今回の問題は試合途中に加藤が相手コートへ向けて返した球がボールガールに直撃したことが発端。審判は警告を発しながら対戦相手のマリエムズコバ、チェコ。 とサラソリベストルも、スペインが抗議した結果、裁定は変わって失格の厳罰処分が下された。加藤は大会側に処分を不服として提訴したが、あえなく却下。世界のテニス界では大会側の処分を批判する声が続出する一方で、日本テニス協会は月橋俊久専務理事の名で声明を出して、大会側が下した判断については、 現行のルールの中では従わざるを得ないと感じています。と、今回の騒動を幕引きとする方針を強調した。しかし、教会の及び腰とは対照的に世界では騒動の余波が拡大している。世界各国の国際的な関心事を取り上げる海外メディア、BNN ネットワークは今回の問題を特集。 全仏オープンでの事件を受け賞金とランキングポイントの回復を求めた加藤の訴えは却下された。事件の偶然の性質とテニスコミュニティからの広範な支援にもかかわらず、大会主催者は失格の決定を指示した、と敬意を伝えた。その上で、この事件はテニスのルールと罰則についての重要な議論を引き起こした。 そのような状況における慎重な検討と公平の必要性を浮き彫りにした、と波紋が広がっている様子を強調した。米メディア、エッセンシャリースポーツも大会側の判断を疑問し、大会責任者のモレスモの立場はこうした状況の複雑さと大会が判断を下す際に直面する課題を浮き彫りにしている。この事件は、スポーツの誠実さを守る上での警戒心。 公平性を思い出させるものとなった。モレスモの視点はテニスコミュニティ内の多様な視点に光を当て、一貫した意思決定と感情的な考慮についての議論を引き起こしている。と、騒動はまだまだ収束していないと指摘した。加藤問題はまだ何も解決していないことは確かだ。東スポウェブ。